また一歩誰かに押されてまた一歩自分の力でまた一歩誰かの力でまた一歩振り向いたら足跡二ついつの間にか空は晴れている涙がこぼれる時も叫び届かない時も相手にされない時もうつむいて歩く時も誰かと一緒にまた一歩今日のライフラインは福島県郡山市で行ったライフラインの集いの様子を紹介します。聖書のお話はバイブルコーナーでおなじみの関根博之牧師、そして音楽ゲストはサックス奏者の安武元明さんで、オリジナル曲や賛美歌を演奏しました。音楽と聖書のお話をお楽しみください。この番組はPBA の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。ライフラインの集い in 郡山ということで、この番組をお届けしています。一緒にですね、これから聖書からお互いの人生を考えていこうというふうに思うんですね。皆さん、世界中で最も多くの人に読まれているもの、それは聖書です。で、聖書って厚い書物なんですけど、1ページ目最初なんて書いてあるかというと、聖書の書き出しはこうです。はじめに神が天と地を創造したという、まるで新聞の大見出しのようなですね、言葉が書かれているわけです。まあ皆さん、誰でも自分は一体どんな存在なんだろう、自分は本当に価値があるんだろうか、果たして私の人生の意味はあるんだろうか、まあそういうふうに考えることってありますよね。で、そういう問いに対して答えを見出すのは、これなかなか難しいんです。考えれば考えるほどよくわからないな。ですから言うんですよ、周りの人は。関根さん、そんなことはね、あんまり深く考えずに、とにかくほら元気出しなさいね、弱音を吐いちゃいけません、もう強くなんなくちゃ、叱咤激励するわけですよ。それが悪いわけではありません、悪いわけではありませんが、人は自らの存在の意味というものがわからない限り、どんなに頑張ってもですね、どこかで虚しさというものが残っていくんですよ。そう思いません？自分の価値を知り、存在の意味を知るためには一体どうしたらいいのか。実は初めに戻るんです。初めに戻る。どういうことかというと、聖書の一番最初に戻ってごらんなさい。
なぜなら聖書の始め、聖書は創世記という書物から始まるんですけど、先ほど言ったようにここには全てのもののルーツ、始めというものが書いてあるんですよ。聖書は何て書いてあるか。初めに神が天と地を創造した、この文章から始まります。聖書は神は存在するのかとか存在しないのかなどという議論は一切いたしません。最初の1ページ1行目から神が天と地を創造したのだというこの一文から始まるのです。つまり聖書はこの最初の1行、天地を創造された方を受け入れて生きていくことから人生って形作られていくんですよ、ということを私たちに教えるわけです。私たちはそれぞれ時間の中に生きていますね。今日は2024年の7月の5日ですよね。明日になれば6日になるわけです。いや私は5日のままだ、そんなことありませんね。みんな時間がですね同じように過ぎていくわけですよ。この時間はどこからスタートしたんですか。聖書は初めに神がと書いてあるんです。つまり全てのものの出発が神様に起因しているんですよ、こう教えるんです。初めがあるなら当然終わりがありますね。聖書の、ね、歴史にはですね初めがあって終わりがあるんですよと聖書は私たちに教えるんです。そして歴史を支配しているのは天と地を創造された神様なんですよと教えているんです。ということは私たちがこうして歴史の中の限られた時間の中にそれぞれが生きているということの中に、実は神様の存在なしにはありえないんだよということを聖書は私たちに教えるんです。そして聖書は初めに神が天と地を創造したという言葉、その言葉を通して私たちに何を教えようとしているかというと、まず第一は私たちの存在は決して偶然ではありませんということを教えるんです。全てのものは偶然にできたって考える人はたくさんいます。でももし偶然が重なり合って全てのものができたとするなら、そこから意味とか目的を見出すことって難しいですよね。だって偶然というのは何の意味も目的もないから偶然なんですよ。そうでしょ。例えば皆さんサイコロ、コロコロってサイコロ転がしますね。サイコロって6面あるんです。サイコロの6面の1つの、例えば1が出る確率は6分の1の確率です。そうですね。それじゃあサイコロの目が12回続いて出てくる確率はどのぐらいだと思いますか。12回出るだけですよ、同じ数がね、1が12回続けて出る確率どのぐらいだと思いますか。21億7678万2336分の1なんですよ。ごめんなさい、もう一度言います21億7678万2336分の1なんです。ずっと電車の中で覚えてきたんです。それだけの確率ですよ、わずか12回ですよ、12回。皆さん世界を見てください、宇宙を見てくださいよ。ああ、全てのものが偶然に作られたということを信じるなら、それはとてつもないことを信じることにつながりません。私ここにね iPad があるんですよ、手元にね、これ iPad。 いや実はね箱の中にね数種類の金属を入れて振っていたらね、いつの間にかなんか偶然にもね iPad ができちゃったんですよって私が説明したら、何を言ってるんだかって皆さん思いますね。そんな説明を誰も信じません。ですから聖書を全く知らなくてもこの世界を、この宇宙を眺めるときに、ああこの世界の背後には何か something great、 何か偉大な存在があるのではないかと感じる人はたくさんいるんです。聖書はその何か偉大な存在こそ天地を創造された神様なのですよと教えるわけです。全てが偶然さって考えていこうとするなら、自分の存在の意味も目的も見出すことができません。でももし私たちが作られた存在なのだとするなら、偶然ではなくそこにはあなたが生きている意味が必ず備えられていると考えることできませんか。作られたものの作り手の
意図が意味が必ずそこにあるというふうに理解することができませんか。私たちの身の回りのあるものを見てください。みんな何かの目的を持って作られています。このマイクはマイクとして、つまり作り手の目的意図がそこにあるからです。はじめに神が天と地を創造し、あなたの命を与えてくださったのなら、あなたには必ず意味があるんですよ。生きる必ず目的があるんですよ。聖書には神は愛ですって書いてあるんです。いい言葉ですね。神様は愛です。神様の本質は愛だというんです。そして愛というのは必ず愛する対象がそこにあるから愛なわけです、ね、私たちは神様の愛を受ける対象、つまり神様に無条件で愛される存在として作られているんですよと聖書を教えます。つまりあなたが何かできるできないに関わらず、あなたがこうして生き存在していること自体に、あなたがそこに生きていること自体にもう意味があるんですよと聖書は私たちに教えるのです。神様はあなたの助けとなってくださるのだということです。これ2番目です。私たちは決して偶然の存在ではない。そして神様が私たちを作られたら、私たちの最も良き助けとなってくださるということです。もしこの音響装置が壊れたら、皆さんどこに持っていますか。近くのスーパーでも持っていきましょうかね。そんな人は誰もいません。これ製造元に持っていけば治って帰ってきます。どこが悪いのかを調べて治すことができます。そうですよね。私たちの人生が故障したらどこに行くんですか。私たちが病気になったら躊躇なく病院に行くじゃありませんか。でもお互い生きることの意味を見失ってしまったら、人生の歩むべき道を見失って迷い疲れてしまったらどこに行くんですか。聖書は単純明快、それは私たちに命を与え私たちを形作られた方のもとに行けばいいんですよって言うんですよ。聖書の真ん中辺に詩編というところがあります。詩編121編の中には、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天と地を作られた主から来ると書かれています。人生には山のように立ちはだかるさまざまな問題が起こってきますね、そうじゃありませんか。途方に暮れてしまうこともあります。でも天地を作られた神様から助けは来るのだと聖書は教えているんです。これは皆さんちょっと心の中に留めておく必要があるじゃありませんか。そして3番目、この神様を知ると、私たちの助けとなってくださる神様がいてくださるということを本気で信じ生きると何が起こると思いますか。祈ることが始まるんです。そしてもう一つは委ねるということが始められていくんです。祈ること、人生にいろんなことが起こります。なぜ
どうしてこんなことが起こったんだろう、わからないことがあります。その時に私たちは全てをご存知な方に向かって祈り叫ぶことができるんですよ。そしてもう一つ、わからないからこそ、神様私はわかりません、だからあなたにお任せします、委ねますというですね、世界が開かれていくんです。まあでもこれ、任せて安心でないと委ねられませんね。あの人に任せたら大変、もうあの人に任せたらもう大変になっちゃうからね、ダメ、あの人に任せちゃダメよっていう人にはね、皆さん任せないでしょ。でもね、愛と恵みと正しさに満ちた神様がいてくださって、その方が私を愛してくださってるとするなら、この方に向かって祈ることが始まるし、神様私には分かんないことたくさんあるんです、でも新たに委ねて生きていきます、任せて安心なんです。聖書の中にこんな言葉があるんですよ。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。もう肩の力抜けますね、こういう言葉を聞くと。だってそうでしょう、皆さん、自分で全ての重荷を抱えるとするならしんどいじゃありませんか。でもあなた方の思い煩いをさあ私に委ねなさい、任せなさい、私があなた方のあなたのことを心配し道を開いてくれるから。はじめに神が天と地を創造された、この一文から聖書は始まっていきます。始まったばかりの世界、どんなことが書かれているか、2節にこう書いてあります。地は茫漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた、光あれ、すると光があった。別の訳では地は混沌としていたとなっています、書かれています。聖書は神は愛ですと書かれていますよね。ですから神様が闇と混沌とした状態にあったその場所を愛をもって覆い、光をあれと仰せられると光がもたらされたのだと理解することができるわけです。麗しい光景じゃありませんか。皆さん、お互いの、これは人生にも当てはまる真理です。聖書の中には全ての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたと言って、イエス・キリストのことが紹介されているのです。全ての人を照らす誠の光ですよ。皆さん、私たちの闇を照らし、私たちの混沌とした状態に秩序を与え、愛をもって私たちを覆ってくださるこのお方によって、私たちも新しく生きる世界が始まるのだと聖書は教えるのです。光なるイエス・キリストが来てくださることによって、人生は新しく作り変えられていくのだというのです。天地を創造したその創世記には、この世界に光がもたらされた後、こういうふうに記されているんです。夕があり朝があった第一日、こう記されているんです。面白いですね。最初に夕があって、そして朝があるんですよ。もちろんそれは夕の後に朝が来るのは当たり前です。でもね、私はね、この書き方にお互いの人生を重ね合わせることができるんじゃないかと思うんです。私たちは一日が始まる朝のような爽やかな人生を求めますよね。新しい朝が来た、希望の朝だっていうようなイメージです。朝ってそういうイメージなんですよ。でも聖書は夕があり朝が来ると書いてあるんです。詩篇の中に、夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがあると書いてあります。私たちの人生には夕暮れに涙する時があります。しかし後に朝が来るんです。涙の後に涙を拭うことのできる喜びがやってくる。しかしまた夕になるんです。神様は朝だけではなく夜も創造なさいました。神様は私たちに喜びだけではなく苦しみも涙もお与えになりました。しかし神様が冷たい方だからではありません。夕があり朝が来る、その繰り返しの中で私たちはかろうじて人間として生きていくことができる、人として保たれ、大切なことを学びながら生きていくことができるのではないかと思うのです。夕があり朝が来る、これはお互いの人生にとって大きな励ましであり希望です。さあ皆さん、新しい人生はこのキリストによって
作られていくということをぜひ知っていただきたいのです。そして天地を作られた神様がいるなら、この神様に人生委ねて、任せて、安心委ねて生きていこう、そんな人生を選び取りながら進んでいくことができたら、なんと幸いなことでしょう。番組いかがでしたか。番組ではあなたからのご感想のお便りをお待ちしています。また聖書通信講座やあなたのお近くのキリスト教会のご案内をしています。それでは視聴者プレゼントのお知らせです。今週はご覧の揺るがない平安がここにを抽選で50名の方にプレゼントします。これはライフラインとラジオ番組世の光で聖書の話をしている牧師たちが書いたもので、今日の関根弘之牧師のお話が掲載されています。番組の感想を添えてご応募ください。係への宛先は次のところです。さて来週は俳優でナレーターの久保田義行さんを紹介します。どうぞお楽しみに。